私たちは知らず知らずのうちにメンタルが不安定になる悪い習慣を持っていることがあります。もし次の5つの悪習慣をお持ちでしたら捨ててしまいましょう。 1. 他人の評価を鵜呑みにする習慣。自分のことをひどく言う人は三流です。そんな三流の人の言葉を真に受ける必要はありません。低く評価されたら紙に書き出し、丸めてゴミ箱に捨てて忘れてしまいましょう。2. 現状維持の習慣。毎日ずっと同じ生活をしていると成長が止まり心がしおれていきます。成長は心のビタミンですので、ぜひ何か新しいことを始めてみてください。 3. 人と比較してへこむ習慣。人に憧れたり嫉妬したりしても自分のエフィカシー、自己評価を下げるだけです。人と比較して落ち込みそうになったら、なりたい自分を想像してワクワクしましょう。 4. 他人の顔色を伺う習慣。他人が自分の感情を決めるのは馬鹿らしいです。自分を不快にする相手とは距離を取り、自分の人生の主導権を他人に渡さないようにしましょう。 5. どうにもならないことで悩む習慣。自分が解決できないことで悩むのは時間の無駄です。自分がコントロールできることだけにフォーカスしていきましょう。メンタルに悪い5つの習慣、ぜひ捨ててくださいね。